エルベビル・シェーズはフランス生まれの俳優である。1943年にフランス・パリに生まれる。生まれつきの小人症で母親はイギリス人だった。フランスの芸術学校で学んだ後の1964年に渡米。テレビなどで英語を習得しながらニューヨークでフォトグラファー、アーティストとして活動。後に演劇活動も開始して、 サムシェパードによるオフブロードウェイ舞台などに出演した。1966年にカルト映画ジャップクアで映画デビュー。それからもいくつかの映画へ出演してキャリアを積んでいくがなかなか俳優として目が出ない日々が続き生活も困窮。一時期は家賃も払えずにロサンゼルスにおいて車で生活するほどにまでなる。しかし 1974年に007シリーズの007黄金銃を持つ男へ出演したあたりから徐々にその名も知られるようになった。同作品ではクリストファーリー演じる悪者と共謀するニックナックを演じアジアロケに参加している。特にビルシーズのキャリアで知られているのはリカルド・モンタルバンと共演したテレビシリーズのファンタジー・アイランド。 1977年からタトゥー役で出演して、1983年までの6年間で131エピソードに出演している。それ以外では、リチャード・エルフマンが監督したカルト映画、フォービデンゾーンにおける地下帝国の王様、ファウスト役でも知られている。オリバー・ストーンの長編監督デビュー作でもある、ジャークの女王へも出演。テレビドラマにおいても、 ダニー・デビートラが出演するシットコムタクシーやゲイリー・コールマン出演の人気ドラマアーノルド・ボーヤは人気者では本人役で出演した。1993年9月にハリウッドの自宅において拳銃自殺を図った。長年付き合っていたパートナーから発見され、すぐにカリフォルニア州にある病院へ運ばれたが亡き人となった。自宅には 遺書も発見されており、健康状態で悩んでいたと記されている。50歳だった。最後に出演した番組は、ベンスティラーがホストを務めた、ベンスティラー賞だった。ドラマ映画、エルベトの晩餐ある、映画スターの数奇な人生で、ピーター・ディンクレイジが主役を務める。ありがとうございます。